あの時も家から一息しか離れられなかったもんな。結局ビビって逃げ帰っても家に居場所なんかなかったもんな。親に愛されないお前なんか俺しか愛してやれないってのに、家出して一瞬でも救われただろ。あれはガス抜きだよ。そういう関係を築いていければよかったんだ。分かったろ、互いのガスは抜きよ。私が抜いてあげる。私があなたの度肝を抜いてあげる。すごいすごい。でも度肝って何？しばらくご飯がまずくなりそう。ありがとう。あっぶね。もう少しで自己中魔軸素母親になるとこだった。ママが一つだけ正しいことを教えてくれた。女に金を要求する男は全部偽物だって。本物よ。先生は本物。宇宙とシャデリング、勝手に信じてる。どっちでもいい。シャデリングでもピカリングでも。よし、よし。